みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。突然ですが、ワンマンライブをすることになりました。神奈川県相模原市にある橋本というところで、8月1日土曜日、夜6時ぐらいから、ワンマンライブをすることになりました。イエーイ。橋本っていう駅があるんですけれども、その橋本っていう駅を出ていただくと、すぐに森のホール橋本っていう500人ぐらいのちょっとちっちゃめのホールがあるんですよ。まあ、そちらで私が一人で小林ちゃんとライブをしますので、神奈川県にお住まいの方とか、東京都にお住まいの方とか、近隣にお住まいの方、ぜひとも遊びに来ていただけると嬉しいです。滝沢の夜、ボリューム2、よろしくお願いしますということです。一応、YouTube 上にもその前回分のライブの様子、滝沢の夜、ボリューム1の様子を少しだけアップロードしておりますので、よかったらそちらも見ていただければという感じでしょうか。で、興味が出てきたらぜひよろしくお願いしますということです。まあ、いつも通りこうね、なんかアコギを1本持って1人で小林茶とするわけですよ。こんな感じで、いつも通り叩いたりとか、ほにょほにょ歌ったりとかして、なんかこう楽しくライブをさせていただく予定でございます。チケットは今回も、チケットピアさんに丸投げをしておりますので、7月1日午前10時から、まあ、一斉にこう予約受付というか、予約じゃないか、前売り券受付という感じになります。ぜひ、近くにお住まいの方、ぜひ遊びに来てくださいませ。そしてこう、なんかこう握手をしたりとか、なんかこう、パーンってこう、キャーンってこう、なんかこう楽しい感じにしていきましょう。ぜひよろしくお願いしますということです。で、そんなライブ告知ついでにもう一件ライブ告知をさせていただきますと、7月の19日にもライブをすることになりました。こちらは日曜日ですね。7月の19日。横浜線沿いにある八王子南野っていう駅があるんですけれども、まあ、八王子市の駅でございます。そこで、この駅前で南のサマーブリーズコンサートっていう、そういうこのイベントがあるとのことなんですよ。で、そちらの実行委員の方から、そのよかったらゲスト出演してくれないかというお呼びをいただきまして、お昼過ぎぐらいに30分ぐらいの枠で、こうまたアコギでブルブルとやったりとかする感じでございます。まあ、こっちの方はその駅前でね、このバーンってやってるような、そういうこの地域密着型なお祭りイベントって感じなので、まあ、入場料とかありませんし、普通にこう声かけてくれたらなんかこうグッズを差し上げたりとかしようかなと思っておりますので、こちらもぜひ近隣の方遊びに来ていただけますと、これ幸いです。ということです。で、まあ、そんないろんなお知らせがあって、まあ、さらにお知らせついでに、また新しく教則 DVD みたいなのを作ったので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいませ。5年前くらいから、こういった教則 DVD をちょこちょこ作ってはいたんですけれども、近頃また3つ新しい DVD を作ってみました。これから初めてエレキギターを始めるぜという方に向けたエレキギター初級編、このエレキギターの基礎を見直したいぜという方に向けたエレキギター中級編、そしてさっき僕がやったようなバコバコと叩くようなスラム奏法をこれから始めたいぜという方に向けたスラム奏法基礎編という3つの DVD がございます。もしお申し込みいただけますと、こんな封筒が、その皆様のポストにスカーンと入るんですけれども、まあ、これがその物なんですが、こんな感じでクリアファイル、クリスタルパックの中に入っているクリアファイルで、まあ、手作り感満載な、テキストとかになっております。この手作り感、わかりますでしょうか。もう普通に撮影、編集でこういうテキストのデザインとか、その構成とか、あと、ね、そういう発注したりとか、梱包とか、なんかそういうの全部自分でやってるんで、まあ、隅から隅まで愛情たっぷりな、教則 DVD になっております。こんな感じで、ちょっとコピー用紙なんですけれども、いろいろこう楽譜も手書きだったりとかして、すごい愛情があふれているような感じです。で、今までの教則 DVD、自主制作教則 DVD は、DVD-R を焼いてたんですけれども、今回ちょっとお金をかけて、プレスをしました。こんな感じで。前回まではその、ね、ラベルとか何も印刷されてなかったから、複数枚やるとどれがどれだか分からなくなっちゃうなんていうことがあったと思うんですけども、今回からはこんな感じでちゃんと、名前じゃないか、ラベルが印刷されておりますので、まあ、なくしたりすることはないかなと思います。こちらもよかったらチェックしてみてくださいませ。
で、まあ、そんな感じで、そのライブのことだったりとか、こういう DVD のことだったりとか、なんかそういった詳しいことは、この滝沢 JP というホームページ上でいろいろ告知をさせていただいておりますので、まあ、よかったら、なんかこう、Twitter フォローしていただいたりとか、そのホームページの方をブックマークしていただいたりとかしていただくと嬉しいなという感じでございます。とりあえず僕としては、その8月1日、こちらの滝沢の夜ボリューム2に、ぜひとも遊びに来ていただければなと。この日に、その初めて公開となるその CD だったりとか、グッズだったりとかをいろいろ用意するつもりです。お恥ずかしながら、僕、今までその CD とか作ったことなかったんですよ。でも、今回、ちょっとこのオリジナルをたくさん作って、ちょっと CD を引っ提げて、ライブに臨もうかなと思っておりますので、本当にぜひ興味がありましたらよろしくお願いしますということでございます。本当にね、大丈夫なのかなっていうね、この不安が半端なくてね、なんかこう、大丈夫なのかな。なんかこう、施設空き情報みたいなのをこうちょっと覗いてみたら、なんかこう土曜日がポツンと空いてたから、なんかノリでこう、トロって電話して、あ、すみません、8月1日土曜日のところなんか空いてるんですけれども、もし空いてたら予約したいです、なんつって、なんかこう、ノリで申し込みをしてしまったところからスタートしてるんですよ。ね、なんかまあ、なんとかなるかって感じですけれども、まあ、すごい不安がたくさんでございます。でも、来ていただいた方には、そのね、いろいろとこうバシ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 とやって、こういやー、わばばばばっつって、こう楽しんでいただこうと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしますということです。はい、そんなお知らせの動画でございました。よければ、こちらの滝沢 JP、ブックマークとかしていただけますと、これ幸いでございます。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。はっ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 は。